はいどうも、じゃあ今日はね、マジックをちょっとやっていくことに、ここにね、スパイダーマンの下敷きがあります。このスパイダーマンの下敷きをね、ちょっと念だけでちょっと曲げていきたいと思う。まあ、力入れてないと、やっぱりね、こうやって、この状態になっちゃう。で、これをね、念で、曲げていきたいと思う。おちょっと念がちょっと強すぎて、瞬時的に曲がってしまう。もう一回ちょっと念込みます。はぁ、おまたも、念がちょっと強すぎてね、跳ねてしまう。もう一回。はぁー曲がらない、はぁー曲がらない、はぁー曲がらない。やっぱりね、ちょっと力折れたぐらいじゃちょっと曲がらない。やっぱり念の力じゃないとね、やっぱり、グッてね、カーブしないことが分かりました。なのでもう一回念を込みます。はぁ、あぁー、ちょ、もう、ちょ、はぁー、はぁー、やっぱりね、やっぱ、力を込めても曲がらない。じゃあ、ちょ、念の力で。はぁー念の力だーこんな感じで。これぞ、スーパーイリュージョン超魔術ってことでね。ご視聴ありがとうございますチェケはい、ドラゴンジャックはね、綿棒をちょっと、超能力で曲げていきたいと思います。じゃあ、ちょ、僕のね、ここに念を込めたこの綿棒が、ま、折れてしまうんで、じゃあちょっと、念をかけていきたいと思います。この綿棒が簡単に折れる、この綿棒が簡単に、真っ二つに、この綿棒が真っ二つに折れる。折れません。まだ折れません。この綿棒がね、まだ折れません。だからもう一回、この綿棒が折れる、この綿棒が折れる、あれ、綿棒が全く折れません。ちょっと、この綿棒。この綿棒が折れる。この、綿棒が折れる。この綿棒が、待った！この綿棒が折れる。あーブッって感じで、真っ二つに折る、曲がってしまいました。これぞ、スーパーイリュージョンショーって感じで、これやりたかった。